皆さんこんにちは、おっさんの棒読みニュースです。今回は韓国が防衛事業推進委員会を開催し、韓国型アイアンドームの開発を正式に決定したってニュースを紹介するね。ただこれ、恐ろしく悠長な計画で、開発が完了するのが2035年になるんだって。防衛事業庁はこれまでの先行研究があるので、2年程度開発期間を短縮できるとは言ってるんだけど、あまりにも遅すぎる。イスラエルのアイアンドームは韓国の状況には合わないって判断してから、韓国の状況に合致したものの研究やイスラエルとの協力が進んでいて、事業推進の決定がされれば3、4年遅くとも5年くらいでできると思っていたら、早くても完成するのは12年後になるんだって。韓国は北が12年間寝ているとでも思っているのかな。それじゃニュースを確認していきましょう。1時間に1万発、北の長射程砲迎撃する、韓国型アイアンドーム開発。北朝鮮の長射程砲の攻撃を防御するための私たちの軍の迎撃システム、いわゆる韓国型アイアンドームの開発が可視化された。防衛事業庁は28日、ソーク国防部長官主催でテレビ会議の形式で開かれた防衛事業推進委員会で、長射程砲迎撃システム事業推進の基本戦略を審議、議決したと発表した。長射程砲迎撃システム事業は、敵、すなわち北朝鮮の長射程砲の脅威から、国の重要施設や軍事施設を防護するための迎撃システムを、国内での研究開発を通じて確保する事業である。この日、防衛事業推進委員会で議決された事業推進の基本戦略によると、この事業は来年から来たる2035年まで行われ、合計の事業費は約2兆8900億ウォンに達すると推定される。しかし、防衛事業庁は、先行革新技術開発などを通じて、事業期間を2年以上短縮する案を推進し、事業費も今後事業の妥当性調査を行い、検討、確定する予定だ、と説明した。今後この事業に必要な技術等の研究開発速度に応じて、事業期間とコストを削減することが可能と見ているということだ。北朝鮮は現在、軍事境界線、MDL、一帯に、様々な射程の長射程砲専門を配備していることが知られている。特に軍当局は、170mm 自走砲と、240mm 放射砲、弾道ミサイル技術を利用した多連装ロケット砲、など340門の北朝鮮の長射程砲が、ソウルをはじめとする首都圏一帯を狙っていると見ている。これら長射程砲の射程は54から 60km レベルであり、1時間あたり最大1万発の発射が可能と推定されている。国防部はまた、今年2月に発刊した2020国防白書で、北朝鮮が最近、射程延長や精密誘導が可能な 300mm 放射砲と大口径放射砲を開発し、韓半島全域を打撃することができる放射砲を中心に火力を増強していると評価した。このため、軍の内外からは、有事の際、北朝鮮軍の長射程砲攻撃から被害を最小限に抑えるために、イスラエルのアイアンドームのような防空網を急いで導入する必要がある、という指摘が継続して提起されてきた。イスラエル軍が2011年に実戦配備したアイアンドームは、射程 4km から 70km レベルの隠し砲弾、及び短距離ミサイル攻撃に対応するために開発された防御システムである。敵が放った砲弾やミサイルがレーダーに探知されると、いくつかの場所に配置されている防空ミサイルを発射して、空中で撃墜するために使用される。アイアンドームレーダーを利用して敵弾を最初に検出した後、迎撃するまでにかかる時間は15秒から25秒、迎撃可能高度は 10km ほどである。
これと関連しイスラエル軍は先月、パレスチナの武装組織ハマスのロケット砲攻撃に対応する過程で、アイアンドームの威力を誇示した。当時、イスラエル軍当局は自国領空に侵入したハマスのロケット砲弾のうち、90% 以上がアイアンドームにより撃墜されたと発表した。私たちの軍も一時、イスラエルからアイアンドームを輸入する案を検討したことがあるが、韓半島の戦場環境に適していない、などの判断で独自開発に向かって方向を定めた。アイアンドーム砲台1個あたりの運用コストは約600億ウォン、迎撃用ミサイル1発あたりの価格が5000万ウォンに達するなど、高価である点も負担になった。アイアンドーム1個砲台は、タミル迎撃ミサイル20発を発射することができる発射台3台と、探知距離 150km のレーダー、追跡システムなどで構成されている。これと関連し、国防部は昨年8月に発表した、2021から2025国防中期計画で、今後5年以内に北朝鮮の長射程砲の脅威から、首都圏と重要施設を防護することができる迎撃システムの開発に着手したい、として、韓国型アイアンドームの開発の意思を明らかにした。国防科学研究所、ADD、も韓国型アイアンドームの開発を、最優先課題の一つにし、その研究に集中していることが分かった。このような中防衛事業庁はこの日、防衛事業推進委員会の結果を伝えて、長射程砲迎撃システム事業を通じて、敵の長射程砲の脅威に対応する能力が強化されるのはもちろんのこと、国内の技術力の確保と雇用創出などの効果が期待される、と説明した。しかし、北朝鮮の長射程砲はすでに現実のものとなっている脅威であるのに対し、この日の防衛事業推進委員会を通過したその迎撃システムの開発は、10年以上にわたる長期プロジェクトだ。このため一部からは、国内の研究開発に縛られるのではなく、緊急防御が必要な地域は、イスラエル製アイアンドームの一部を導入する案も検討する必要がある、との指摘も出ている。ってことで、やっぱり2035年に完成ではあまりにも遅すぎるので、イスラエルからアイアンドームを導入すべきって声もあるみたいだけど、アイアンドームでは北の攻撃を防げないって判断してから、北は戦力を大増強しているので、大して効果がないことは明らかなんだよね。まあ、朝鮮戦争後70年間も北は本気で南に侵攻したことはないので、ソウルが大規模な攻撃にさらされることはないってことで、両者プロレスをしているだけなのでポーズだけを見せておけばよいってことなのかな？知らんけど。最後まで見てくれてどうもありがとう。高評価、チャンネル登録お願いします。